日本エネルギー管理センターの YouTube をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。専任講師の西山です。今回は電検3種問題解説として、令和4年度下期電力科目の問いの1から問いの7まで A 問題の前半部分を解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まず問いの1は水力発電に関する知識問題ですね。誤っているものを一つ選べということなんですが、この問題は正直言ってちょっと難しいですね。まず、括弧1番。水管を流れる水の物理的性質を示す式として知られるベルヌイの定理は、エネルギー保存の法則に基づく定理である。こちらその通りであります。で、ちょっと下にですね、参考までに書いたんですけども、これがですね、MGH1 エネルギーで、こちらがですね、圧力エネルギー。で、こちらが運動エネルギーですね。で、これを全部足したものが、全ての全体のエネルギーですよっていうのが、まあ、エネルギー保存の法則の式なんですけども、まあ、これもしね、途中で、ロスがないとすれば、一番初めはこの1エネルギーだったんですね。あのダムの上とかだと。あの缶の中に入ってないんで、強くないので。で、これがだんだんこの運動エネルギーと圧力エネルギーに変わっていて、で、一番下の位置だと、まあ、1エネルギーイコール0みたいなのを置いてっていう形でやるんですよ。で、よく式だとね、これがイコール一定ですよ、みたいにね、やるんですけど。はい。なので、ここから来てるのがベルヌイの定理だよ。で、これの M がね、共通なんで M 全部消して、で、せっかくだからこれ G も消しちゃうかってやって、ただ、圧力と運動のとこには G がいないから、こうやって下に G が来てるということなんですね。さて、続きまして、水力発電所には一般的に短時間で起動停止ができる、耐用年数が長い、エネルギー変換効率が高いなどの特徴があると。はい。これもその通りでございます。例えば、気力発電とかだと、水をですね、蒸発させて蒸気を作らなきゃいけないんで、ボイラーですね、温まるまで発電できないですよね。でも、水力発電って水落としてくればいいわけなんで、もう短時間で起動または停止もできるんですよ。で、しかも、なんか高温にさらされるわけではないので、耐用年数も長いですと。で、しかも、エネルギー変換効率もね、非常に高いわけですよ。まあ、実質的には、まあ、水車の効率と発電機の効率なんで非常に高いんですね。気力発電だと、そうですね、まあ、40% 後半で、コンバインドサイクル発電にしてようやく今 61% ぐらいですから、はい、非常にね、変換効率高いんですね、水力っていうのはね。はい。ということで、2もね、正しいんですよ、これ。おやおやと。で、続いて3番。水力発電は、はい、これ、まあちょっと前半を見といて、昔水力が主流でしたよと。昔はですね、水種荷重っていうふうにね、言われたんですけども、今は、火力が主になってますと。ただ、現在は、ここに書いてあるように、いろんなね、発電方式運用してますよ。まあ、火力もあれば、水力もあれば、まああとは、まあほとんど、量的には少ないですけども、風力、あとは太陽光。まあ太陽光増えてきてますけどね。はい。で、じゃあ今実態として水力発電って何パーセント程度なのってことなんですけど、20% 程度っていうのがこれが誤りで、実は 8% 程度なんですよ。ご存知でした？知らないよって方多いですよね。だからね、これ違うんですよ。ただなんて言うんですかね、電検三種、こう、過去問やって慣れてる方って、なんかこの問題怪しいな、20%、なんかここ怪しくないっていうですね、なんか、要は経験から来る勘みたいなね。これがあるかもしれませんと。ただ、実際じゃあ何パーなのって言われて、はい、何パーですって即答できる方ってほとんどいないので、これね、×でも丸でもなくて三角になっちゃうんですよ。わからないって意味合いで。はい。で、続いて4番。河川の1日の流量を年間を通して流量の多いものから順番に配列して書いた流橋曲線。これ放水量とかそういうのありますよね。で、これは発電電力量の計画において重要な情報となると。つまり年間通してどれぐらい水使えるのっていうのがね、わかるわけですから、やっぱり重要な情報ですよね。まあ、正しいでしょうとなるわけですよ。はい。で、最後5番ですね。総落差から損失水等を差し引いたものを一般に有効落差という、うん、そうだねと。で、有効落差に相当する位置エネルギーが水車に動力として供給される。その通りだなと。いうふうになりますと、1,2,4,5 が、まあ、正しいよねってなるんで、じゃあ消去法で3番かってなるわけですよ。これが限界ですかね。で、もう一回言うと、20% 程度ではなくて、だいたい今 8% 程度なんですね。はい、ということで、マニアックすぎだと
という話ですね。ただ皆様に押さえておいていただきたいのは、1,2,4,5 が正しいというのは押さえておいてください。はい、ということでこの問題はそういう意味ではできなきゃダメですね、消去法でね。では行きましょう。続いて2番です。水車に関する記述であると、水圧管の先端がノズルになっていると有効落差はすべて運動エネルギーとなり、水は噴流となって噴出し、ランナーのバケットに当たってランナーを回転させる。このような水の力で回転する水車を衝動水車というと。で、代表的なものはペルトン水車ですね。で、ペルトン水車は高落差小水量に適用します。で、基礎速度は小さいんですね。ということでこれ、はい、運動エネルギー、衝動水車、ペルトン水車、高落差、最後まで絞れない。で、基礎速度は小さいで5番ですね。で、皆さんですね、この問題めちゃくちゃ重要なんですよ。で、覚えておいていただきたいのがこの関係性ですね。これ落差というのは適用落差なんですけども、適用落差が高い水車ほど基礎速度は低くなります、小さくなります。これ覚えておいてください。ちなみに基礎速度って高い方がいいの低い方がいいのっていうと、基礎速度が高い水車の方がある意味経済的です。で、なぜかというと、あの基礎速度っていうのは単位落差で単位出力を出す時のようなね、水車の大きさにした時の回転速度を基礎速度っていうんですね。で、これが高いっていうことは水車を小さくできるんですよ。要するに水車っていうのは、こう水の持っていたエネルギーを一回ですね、回転体の運動エネルギー、2分の 1J オメガの事情。これで受け取るんです、一回。はい。で、受け取るためには、慣性モーメントを大きくするか、回転数を大きくするかなんですね。で、慣性モーメントを大きくするってことは、水車を大型にしなきゃいけないんですよ。重くしなきゃいけないんですよ。でも、回転数が早くできるんだったら、小さい水車でも、要するに軽い水車でも大きい回転体の運動エネルギー持てますよね。なんで基礎速度っていうのは高く取れれば取れるほど経済的にはなるんですが、基礎速度を高く取りすぎると今度はキャビテーション、これが影響してくるんですね。はい。ぜひね、この関係性はもうマストでね、覚えていただければと思います。それでは次参りましょう。今度は3番ですね。ガスタービン発電と気力発電を組み合わせたコンバインドサイクル発電方式、こちらを、はい、ここポイントです。同一出力の気力発電方式と比較した場合で、誤っているものということですが、はい、まず熱効率が高い、その通りです。起動停止時間が短いんですね。なぜかっていうと、はい、こちらに関係するんですが、蒸気タービンの出力分担が小さいんですね。なので使う蒸気の量が少ないんですよ。あの同じ出力だったらですよ、少ないのでボイラーも小さいんです。なので起動停止は容易なんですよ。あの全部気力でやる場合に比べたらですね。なんで複水器の冷却水量も少ないですよ。ただその代わり4番、最大出力が外気温度の影響を受けやすい。なぜか、ガスタービン発電が外気温度の影響を受けるからです。ちなみになんですが、外気温度が高いと効率が低下します。なぜかっていうと、ガスタービンが吸い込む空気の密度が小さくなってしまうからですね。はい。で、これ5番が誤りです。大型所内補給が少ない、はい、多いじゃなくて少ないですね。はい、少ないので所内比率が小さいということでございます。はい。なぜかっていうと、蒸気使う水が少ないので、要するに給水ポンプとかが小さくて済むわけですよ。使う水が少ないですからね。はい、ということなんですね。はい、これも大事なポイントなんで覚えておきましょう。それでは続きまして4番です。次の文章は、原子炉の型と特性に関する記述であると。で、軽水炉は低濃縮ウランを原子燃料とし、冷却剤と減速剤に軽水を用いた原子炉であり。あの、冷却剤っていうのは、簡単に言うと、核分裂で発生した熱を一時的にこう、ある意味受け取るみたいな感じですね。はい。で、減速剤っていうのは、核分裂で生じた高速中性子を減速させて、熱中性子に変えるためのものです。はい。これ両方に軽水を用いたということですね。で、我が国で使用しています。軽水炉には蒸気を原子炉の中で直接発生する沸騰水型と、蒸気発生器を介して蒸気を作る加圧水型原子炉とがあるということですね。で、
沸騰性型はですね、構造が簡単なんですけども、放射能で汚染された蒸気が直接タービンに流れ込むので、まあ、タービンも汚染されるんですね。で、加圧水型っていうのは構造は複雑なんですけども、蒸気発生器を介して蒸気を作るとですね、タービンには放射能で汚染されていない蒸気が送られるので、まあそういう意味ではメンテナンスはある意味楽なんですよ。そういう意味ではね。はい。まああとは出力調整のですね、やり方もちょっと違うんだよっていうのもありますね。原子炉では何らかの原因により核分裂反応による熱出力が増加して炉内温度が上昇した場合でも、燃料の温度上昇に伴ってウラン238による中性子の吸収が増加する、これドップラー効果というそうでございます。ちょっとドップラー効果ってそんな名前知らないんですけどってなるじゃないですか。で、極論言うとですね、ドップラー効果は分からなくていいです。ただボイド効果が違うっていうのは覚えておいてください。じゃあ、ボイド効果は何かっていうと、ボイド効果は、沸騰水型に関連する内容ですね。沸騰水型っていうのは、まあ、ちょっと本当にシンプルに書きますけども、中で、直接沸騰させて蒸気を作るわけですね。そうすると、水蒸気の泡が出てくるわけですよ。で、この泡がですね、たくさんできると、中性子が減速しにくくなるんで、出力が下がるんですね。これをボイド効果っていうんです。で、加圧水型の場合は、沸騰させないので、このボイド効果の活用はできないんですよ。なので、沸騰性型っていうのは、再循環ポンプっていうですね、これポンプをつけといて、このポンプで、この、要は、水をですね、ぐるぐるぐるって回してあげると、この泡が消えるんで、出力が増えるんですよ。はい。まあ、要は、鍋とかでね、お湯沸かした状態で、お玉とかでぐるぐるってかき混ぜると、泡が消えるのと一緒です。はい。で、ポンプの流量を下げてあげると、泡がね、多く発生するんで、出力が低下するっていう感じです。ね。では、これ覚えておいていただければということでございます。まあ、原子力も1問ぐらいはね、やっぱり出ますね。さあ、続きまして、今度は5番であります。各種発電に関する記述として誤っているものということですね。じゃあ見ていきましょう。まず、太陽光発電。はい。太陽電池によって直流の電力発生させます。で、需要地点で発電が可能。発電電力の変動が大きい。そうですね。気象条件によって変わってしまいます。これ正しいですね。で、続いて、地熱発電は地下から取り出した蒸気、または熱水の気化で発生させた蒸気によってタービンを回転させるということですね。地熱資源を見つけるために、適地調査に多額の費用と長い期間がかかる。まあ、そんなんじゃないっていう感じですよね、これね。はい。で、続いて、バイオマス発電は植物などの有機物から得られる燃料を利用した発電ですよと。サトウキビから得られるエタノール、はい、あとは家畜の糞などから得られるメタンガスなどですね、はい、これもその通りです。バイオ燃料っていうね、そんなのと似てますかね。続いて、風力発電は風のエネルギーによって風車で発電機を駆動し発電を行います。プロペラ型風車は羽の角度により回転速度の制御が可能ですと。設定値を超える強風時には羽の面を風向きに平行になるように制御し、ブレーキ装置により風車を停止させる。ちなみにこの時の風速をカットアウト風速というふうに呼びます。はい。ちなみに風力発電は風速の3乗に比例します。はい。ということで、これ1、2、3、4正しいんですね。じゃあ最後かなってことなんですが、はい。燃料電池発電は水素と酸素との化学反応を利用して直流の電力を発生させます。で、発電に伴って発生する熱を給湯などに利用できるが、発電時の振動や騒音は非常に小さいです。なぜか、ね、物を回したりするわけじゃないですから、振動する部分ってほとんどないんですよ。で、騒音もね、小さいですね。騒音って意味では、そうね、これ直流なんで、インバーター使って交流に変えないと使えないんですよ。そのあたりですかね、せいぜい出てくるとしたらね。はい、なので、これ5番が誤りです。まあ、少しでもね、燃料電池について知っていれば大丈夫かなというところでございます。さあ、続きまして6番です。閉殻池が一次電圧 66kV。二次電圧 6.6kV、容量 30MVA の三層変圧器がある。一次側に換算したモレリアクタンスの値が 14.5 ohm の時、百分率リアクタンスの値として最も近いものを選びなさい。絶対にできなきゃダメな問題です。はい、まずは容量に対しての低角電流を求めていきましょう。で、今、一次側に換算したと言われてますんで、一次側で考えます。そうしますと、30MVA、30×10 の6乗。そして、ルート 3V。はい。
ということで 262.4 アンペアが出てきます。では100分率リアクターズ、今回パーセント X として置いております。では、はい、まずはこのリアクタンスによる電圧効果考えていきましょう。はい、262.4 アンペア ×14.5 ×√3、これで線間電圧に直しました。それが底核電圧の何パーセントかなってことなんで 9.99%、 約 10% です。これは落としちゃいけないですね、絶対ね。はい、では今回の動画の最後になります。問いの7番に行きましょう。次の文章は変圧器の結線方式に関する記述であると。変圧器の1次側2次側の結線にスター結線およびデルタ結線とありますが、まずポイントとして押さえておいていただきたいのが、デルタは第三高張波対策です。内容としてはここにある通り、0次電流の第三高張波を貫流させることによって吸収して外に出ないようにするということですね。それに対しまして、スター結線の場合は中性点設置が可能、これがキーワードになります。では1次側と2次側の組み合わせでパターンなんですけども、まずこのうち亜結線は歪み波の原因となる0次電流の第三高張波が貫流し吸収される効果が得られる、この時点でまずデルタが入ってるんですよ。で、一方で中性点の設置が必要となる場合は適さないって言ってるんで、このことによって1次側、2次側ともにデルタ、つまりデルタ、デルタ結線であるというのがわかるんですね。ですので2番、3番、5番のどれかということになります。では続いて、ちなみにこの時点で E はスタースターなんで、はい、スタースター結線は1次側、2次側とも中性点設置が可能という特徴を有してます。何々結線及び何々結線は第三高張波の貫流回路があり、1次側もしくは2次側の中性点設置が可能である。はい、この時点でこれですね、うとえはまずね、ここまでの文章だとどっちがどっちかわからないんですが、デルタスターかスターデルタなんですよ、ここでね。で、うの結線は小圧用に、えの結線は高圧用に用いられることが多いということなんですが、これはですね、2次側の電圧を高くしやすいのはどっちかって考えるといいんですよ。で、このデルタスターの場合っていうのは、2次側がですね、このデルタの、はい、1層分のね、電圧の、まず巻数比の、まあ、逆数というかですね、これややこしいんだけども、小圧用なんでね、2次側の方が巻数比大きい、巻数大きいんで、はい、これね、簡単に言うと、デルタ、デルタの時っていうのはそれぞれ線間、線間なんですけど、デルタスターの場合って、デルタに対してこの巻き線の2次側がスターになるんですよ。で、線間電圧そのルート3倍取れるので、小圧の時っていうのはこのデルタスターが有利なんですね。なので、うがデルタスター。で、えはスターデルタになるんですよ。はい。ということで、デルタスター。で、これで2番か5番かまで絞れました。で、えもこれの逆なんで、絞れないですよ、最後まで。はい。で、最後。はい。でも、これ、折って簡単なんですよ。で、スタースター結線の変圧器。これね、特別高圧では、変圧器の中性点を各種の方法で設置することから、スタースター結線の変圧器が用いられる。まあ、例えば、1次側が15万4千、2次側が6万6千って、どっちも中性点設置しなきゃいけないんで、スタースターにする必要があるんですよ。でも、その場合って、第三高張波どうするって話になるんで、そこで、デルタ結線を用いた三次巻き線を採用する。まあ、よくスタースターデルタとか言ったりしますけどね。ここで最後まで絞れますせということでございます。まあ、これ実はですね、このうとえがわからないと絞れないんですよ。なぜかっていうと、おがデルタは実はわかるんですよ。第三高張波の対策ってことなんで、だ結構これ実際やって、ミカさんのどっちなんだろうってなった方多いんじゃないかなと思いますね。で、ポイントはね、やはり、小圧に関しては、デルタスターが有利と。で、なぜかっていうと、ルート3倍取れるからっていうのは、押さえておいていただけるとありがたいかな、というふうに思います。はい、ということでですね、今回は、問いの1から問いの7、A 問題の前半解説をしてまいりました。次回の動画ではですね、今度は問いの8から問いの14、A 問題の後半解説をしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければ幸いです。では、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。